最近三秋一人飯さんがなんか元気ないんだよね。前だったらカオスマイスター計画の動画になんかねコメントとか結構来てたのよ。だけどね、最近の三秋一人飯さんってめちゃくちゃ元気なくて、なんかコメントも来ないし、一体何が原因なのかなって、なんかもう心臓とか悪くて、なんか末期がんの状態なのかなって思いますね。はい、諏訪地幸楽中華そば有機。はいどうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、あの伝説の店、いや伝説とかそんな店じゃねえわ、普通のチェーン店だわってことね、松屋さんにやってきました。はい、松屋の牛焼肉定食ダブル特盛りでございます。なんで松屋に来たかっていうとですね、今松屋さんで牛定のお肉が増量キャンペーンなんですよ。はい、1090円もして、本当あのこないだね、松屋の牛丼食べたら肉がめっちゃ少なかったんですよ。もうこれ新手の詐欺だなと思いました。ただ、1090円払って大根おろしで1190円、1200円するんですよ。牛丼の大根おろしつけて、あの特盛り、ダブル特盛り食べようとすると、ただですね、今お肉増量キャンペーンということで、なんとね、1090円で牛丼ダブル食べると、あ、1090円払ってこんだけお肉食べれるんだったらまあいいかぐらいになりました。はい、これはねすごくねいいことですよ。もうカオスマイスターは本当松屋の牛丼の焼肉とポン酢が大好きなんで、この松屋の牛焼肉定食ダブル特盛りにポン酢をガッサーンかけて食べるのが本当に美味しいんですよね。このポン酢が、松屋のポン酢って世界一うまい調味料なんですよ。これがもう酸っぱくてしょっぱくて、油ギットギットの肉にめちゃくちゃ合うんですよね。だからなんだ、東京で、新宿でジョジョ園有限亭って最高級の焼肉屋あるじゃないですか。あの焼肉を、ジョジョ園のタレってクソ甘いんですよ。それ嫌いなんで、あの焼肉を松屋のポン酢で食べるっていうのがカオスマイスターの夢なんですよね。はい。だからちょっとね、今度、ビルカン合格したから、ちょっと、なんだ、ご褒美として、有限亭、なんだろう、ジョジョ園の有限亭に行って、ほら、こんなに肉あんすよ。これこれ。この松屋のポン酢。これですよ、これ。これね。もうぐっ、もうなんか指刺すんじゃねえよって感じなんですけど、何回刺すんだよって感じ。これをバッサーかけて食べたいです。だってこんな松屋のどうしようもねゴミくずみてえな、シェリー商事みてえな肉だってめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。この、なんだろう、牛肉界の底辺の松屋の肉で、すじばってて脂っこくてクソ美味しくねえ肉がめちゃくちゃ美味しく感じるんですから、これもし有限亭のジョジョ園の高級霜降り和牛で食べたらめちゃくちゃ美味しいんじゃないかなって、その動画もね近日中に撮ろうかなと思ってるんですよ。ビルカン合格したからね。だからね、ほんとね、それもやってみたいんですよね。うん。っていうか、桃すみ黒さんって、松屋の牛焼肉定食食べたことあんのかなって感じですよね。はい。三秋一人飯さんはあるんですよ。諏訪地幸楽中華そばないけどね。万来もないけど。諏訪地幸楽中華そばは食べたことないんだけど、万来のチャーシューザルも食べたことないんだけど、松屋の牛焼肉定食は食べたことあるんですよ。うん。ほんとね、三秋一人飯さんはね、ほんとなんて言ったらいいんだろう。最近元気ないよね。何が原因なのかなっていう。それをずーっと会社でね、パソコンを打ちながらそのことを考えてたんですよ。そしたらね、仕事ね、4回ぐらいミスりました。はーいね。シェリー少女くたばれ。お後がよろしいようで、なんですね。あと、ハプキトーマスターって、レジリエンス大会来たことあんのかなって感じですよね。はーい。ほんとね。うん。明日はほんと来週はまた松戸パーティーですよ。松戸に何回行かなきゃいけねえんだっていうね。今月松戸何回行くんだよって、合計10回は行かないでしょ。しかもね、8回ぐらい松戸に行かなきゃなんないですね。ほんとしょうもねえわって思います。もう今の俺仕事辞めたいですね、正直。でも大手にさよならバイバイしようかなって思ってます。もうドラゴンゲートプロレスからブシロード新日本プロレスに行くようなもんですよね。ほんとね、それをね考えてます。これを動画で言っちゃっていいのかどうかわかんないけど、もう関係ねえやっていうね。バレたらバレたで関係ねえやっていう感じでね。もう今の俺はね、怖いものなしですよ。努力はね、必ず報われる。ガンガン行くぜ、最後までっていう感じでね。
本当自分が3年間毎日3時間勉強してきたから国家資格最強のプロレス U チャンピオンベルトですよね。 IWGP ヘビー級チャンピオンですよ。 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンかな、今で言うところだったら。それを設備会のビル館っていうのは、その建築物環境衛生管理技術者っていう資格は本当にすごくてですね、これはもう設備界の IWGP ヘビー級チャンピオンベルトですよ。それを手に入れたんで、もうね、俺はね、俺は一応次のステージに行くかなっていう感じで、本当それを今考えてますね。はい。もう今から何年前だ、東京に来たのは4年前なんですけど、 SPWF の時は、辞めた時は29歳。 SPWF なんて毎日残業して手取り20ぐらいですよ。今はあのとあるビルメン会社で働いて、まあ手取り30いくかいかないかぐらい。これが次のアサヒファシリティーズっていう、あのブシロード新日本プロレスみたいなところに移ったら、これが手取り40になるんですよ。でボーナスも年2回で80万の160万ですよね。ほんとね、それがね、もうなんだろう、それを目指したら本当ビルメンドリームですよね、ビルガンドリームですよ。俺は本当それ乗っかってやろうかなって思ってます。うん、そうすればね、本当自分の努力がね、あの報われる形になりますから、ガンガン行くぜ最後までっていう感じでね。本当人生はやったもん勝ち。ね、ポケモンやりながら、あの YouTube で飯動画やりながら、スーパーパワートレーニングをやりながら、プロレスの練習をしながら、プロレスの試合に出ながら、仕事しながら勉強しながら国家資格を取るっていう。これがカオスマイスターだよ。カオスマイスター最強。うん、俺が言いたいのはそれだけ。だから何でもかんでも諦めてるやつは、それは栄光は勝ち取れないと思ってるから、ガンガン行くぜ、最後までっていう感じ。俺がもうずっと言ってたでしょ、言ってたでしょ。だから本当ポケモンとかやめちまった、工藤とか、矢島とか、ハプキトーマスターとかいるじゃん。ポケモンをずーっと続けてれば、ガンガン行くぜ、最後までっていうことで、国家資格とかも受かるんですよ。うん。俺はそう思ってるから。俺はそう思ってるから、うん。っていうか、三つ秋一人飯さんと、モモスミクロさん、万来のチャーシューザル食べたことあんのかなって感じですよね。あとハプキトーマスターってレジリエンス大会に出たことあんのかなって感じですよね。以上カオスマイスターでした。シェリー少女くたばれバーイ。勇気諏訪市行楽中華そば、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 諏訪市行楽中華そば。年内はスピーディー斉藤と異種格闘技戦で決着をつけなきゃいけないね。うん。